尖閣諸島に中国海峡局が侵入を繰り返す中、中国の言い分は台湾が尖閣諸島を領土と主張しているのを逆手に取っている。現在では台湾を通り越している状況だ。今回は尖閣巡視船部隊に大型巡視船やさづきが就役、詳しく見ていきます。台湾が尖閣を領土と宣言撤回し、日米で台湾を防衛するって、話でちょっと動き出すような、私だけの考えです。この2021年11月19日には、中国海警局の所属船舶4隻が、今年累計で31回目となる尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増すばかりという状況にある。日本政府では、松野官房長官がこの事実を認め、中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側がそうした行動を革新的に行っている以上、今後も続くことは容易に想像できる。ちょうど1年ほど前の2020年11月には、中国の王毅外相が来日していたが、この際にも王毅外相はいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるかのような発言を繰り返し、日本側のそれを放置するかのような対応も記憶に新しい。ここで王毅外相は、中国が尖閣諸島を領有しているという事実を理解していない一部の日本の漁船などが同海域への侵入を繰り返しており、その対応に中国海警局の船舶が追われているかのような発言を行っていた。こうした発言を日本側がその場で訂正を求めないことをいいことに、中国側は王毅外相の発言がさも事実であるかのような体裁を繕い、中国の尖閣諸島領有を既成事実化するという自らに都合の良い方向に推し進めている。特に今年2021年2月には中国海警局の武器使用を大幅に緩和する海警法の改正を実施しており、従来以上に現場の中国海警局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしている。続く4月末には海上交通安全法を制定し、9月から施行させているが、同法は中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海警局の判断で退去させる権限を与えると明示しており、尖閣諸島周辺に適用させてくるのは確実だろう。海警法にせよ、海上交通安全法にせよ、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ路人治国家とでも言うべき中国が法に基づいた対処を行うという定義自体が噴飯ものなのだが、狡猾であることは認めざるを得ない。いずれはこうした中国が一方的に制定した法であっても、これを盾に尖閣諸島周辺海域における日本の漁船や海上保安庁の巡視船等に対して、中国は法にのっとって適切な対処をしたと主張し、排除を正当化するのだろう。こうした尖閣諸島周辺海域が危機的な状況下にあると言える2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船である黎明型3番艦のあさづきが就役を迎え、中国海警局へ対抗する新戦力となることが期待されている。あさづきは排水量約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊に軸出力で36000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載しており、
海上保安庁の巡視船としては前日通り最大規模だ。例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模であり、浅月の大きさがご理解いただけるだろう。浅月は、その艦隊の大きさに準じて、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、多数が搭載されており、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M61 を2機備えている。また、浅月は、艦隊オブに、ヘリコプター用の、離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には、1機のヘリコプターの搭載が、標準とされているが、物理的には、最大2機、なので、収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴である。浅月が艦載機とするのは、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリであり、同機を2021年3月の段階で、海上保安庁は10機保有しているが、さらに追加で5機の調達を行う予定とされている。これは、今回秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で、最も注目を集める点でもあり、同保安本部には、これまで、もっとサイズの小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる、巡視船しか存在していなかったためだ。それらは、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船であり、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルと小型の艦隊であるため、運用可能なヘリも、それに準じたものだった。シコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外には、最大で、12名ほどの収容力を持つ機体だが、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当するキャパシティを持っている。このため、浅月は、非常時に、仮に、機の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリを艦載した場合には、うるま、沖縄、琉球ら津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、警備や救難活動能力が、飛躍的に高まると言えるだろう。こうした新造の大型巡視船、浅月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた海上保安庁の警備力の増強は随時進められているが、同海域への中国海警局の進出の影響は大きく、一部からは、すでに、そこは、日本の領海とは言えないとの指摘の声も聞かれる。主として、これらの主張を行っている人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に、接近を試みた場合、中国海警局の船舶からの妨害を危惧する海上保安庁の巡視船によって、そもそも接近することを禁じられてしまうと憤っているようだ。中国海警局の船舶が、現在のように4隻を1組とする船団体制で尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に、魚釣島らの3島を日本政府が国有化して、以降から、特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいようだ。そこからは、日本政府が、尖閣諸島の領有化を強化しようと政治的に動いたことで、むしろこれを妨害しようとする
中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師の方々が普通に漁場とできる状態ではなくなったのは事実かもしれない。しかし、この状態をもって海上保安庁が中国海峡局、海警局の船舶に対して弱腰な対応をしているかのように主張するのは疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断での対応はできないだろう。現時点で海上保安庁の現場の船舶が取り得る対策は、日本の漁船が中国海警局の船舶から危害を加えられないようにガードすることであり、いたずらに中国海警局の船舶に好戦的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。これをもっと能動的にせよというのは、現場の海上保安庁の船舶に言うべきことではなく、日本政府そのものへの対応を問うべきであり、現場判断で勝手な振る舞いもできない海上保安庁の職員の方々に、これ以上の負担を強いるべきではないと思える。1972年の日中国交正常化の際に、尖閣諸島の帰属問題については、棚上げとしてしまったツケが、今の現状に回ってきている状況であり、海上保安庁自体に、現状の責任を追及するような物言いは、全くの見当違いと言うべきだろう。すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも機動力が必要となる。それには、やはり電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月収益予定、二番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月収益予定と配備はこれからだ。太平洋型は、前級である、そう、竜型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、竜型の最終の2隻、11番艦、王竜と12番艦の東竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、王竜、東竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、王竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水上13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、
全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、流型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平型や双流型のおよそ 1.5 倍以上ににも達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャンホ級の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む、対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが、自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく、必要があるだろう。また、2020年に、大鯨が、実際の進水式を迎えるまで、までには、一部では、推進方式に、従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は、一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が、自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも、物理的な効率が低く、したがって、燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦が、ウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という、動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、大鯨型が
ウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が双流型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくともこの当時命名はされておらず、大ゲイ型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦大ゲイはこの前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのためこの時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも大ゲイ型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は噴出する水流の方向をノズルの向きで変更可能なために舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは疑いようのない事実ではある。しかし一般的に25ノットまでの速度域においては従来のプロペラによるスクリュー式が動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進ではここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで水中速度が20ノットほどの日本の潜水艦ではその域に到達することはかなり困難である。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。早速ですが、今回は尖閣諸島問題を詳しく見ていきます。アメリカがついに動き出しましたね。
日本も動く時に来ています。北京五輪、前に動いた方がいいのでは。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議において、日本政府は外国の公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合には、海上保安官がその艦船や人員に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるとの考えを示し、海上保安庁法における解釈を明確にした。この2日前の2月23日に、アメリカ国防総省のカービー報道官が、尖閣諸島周辺において、中国海警局の艦艇が、日本の領海への侵入を繰り返すことについて触れ、中国海警局艦艇の行動は、誤解を招き、物理的な損害を双方に招く恐れはあるとして、中国政府に対して非難するとともに、尖閣諸島における挑発行為的を直ちに中止するように要求していた。さらに、カービー報道官は、アメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持するとして、日本国内では尖閣諸島における日本の主権をアメリカが認める形の発言として好意的に受け取られた。このカービー報道官の発言を受けて、24日、中国外務省の汪文斌副報道局長が、記者会見において、長魚島諸島、尖閣諸島の中国名は、中国固有の領土であるとして反論し、さらに、アメリカと日本による安全保障条約は、東西冷戦時の産物であり、第三国である中国の利益を損なうことは許されず、東シナ海地域の平和と安全を脅かすことは許されないと主張してアメリカと日本を牽制した。この流れを受けた上で日本政府から出たのが領海侵犯を企てる中国海警局艦艇への危害射撃容認の発言であったのだが、喜びも束の間26日に再び記者会見でカービー報道官が23日に尖閣諸島の主権が日本にあるしたごとの発言を訂正し、尖閣諸島の主権をめぐるアメリカ政府の方針はこれまでと変わらない。として、これまでアメリカ政府が尖閣諸島について日本の施設権は認めるものの主権はうやむやのまま領土とまでは認めないとしていた立場が継続されるとしたのだった。カービー報道官は、さらに、両国の首脳による電話会談で確認された通りに、日本の防衛へのアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであるとした。これらの応酬は、2021年2月20日と21日の2日間にわたって、中国海警局艦艇が、尖閣諸島の領海内に侵入したことを受けたものであるが、その後も尖閣諸島周辺の接続海域への侵入が断続的に続いた。東京オリンピックの期間中は一時おとなしくなったものの、秋頃から連日の中国海警局艦艇の連日の接続水域と領海への侵犯は続き、11月19日には4隻の海警局艦艇が領海に侵入して、2021年では31回目の領海侵犯を数えたのである。実は、その領海侵犯以前の11月9日に、航空自衛隊の那覇基地所属の UH-60J ヘリコプターやアメリカ空軍の CV-22 オスプレイと MC-130J 輸送機などが、石垣島や宮古島などの先島諸島北方の尖閣諸島に近い海域において、捜索、救難訓練を実施し、尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いたものとして話題になっていたのであるが、中国海警局が一度に4隻もの艦艇を領海侵犯させたことは、訓練への牽制であろうと見る向きが多い。
石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島の行政区分は沖縄県石垣市に属し、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖ノ北岩、沖ノ南岩、飛瀬などの島嶼である。かつては、鰹節工場があり、日本人が在住していたが、1940年以降は、すべて無人島となっている。現在、久場島とその周辺にある小島は、私有地で、その他の島嶼は、国が所有しており、久場島と大正島は、日米地位協定に基づき、アメリカ軍に提供された形になっている。日本は、1895年1月に、尖閣諸島を沖縄県に編入して以来、領土として支配していたが、太平洋戦争での敗戦によって、沖縄がアメリカの統治下に置かれたために、行政権が停止された。1951年9月のサンフランシスコは平和条約において、日本は台湾とホウ、湖諸島の領有権を放棄した際、尖閣諸島を含む南西諸島は、日本の領土として認められながらも、アメリカの施政下に置かれ続けることになったが、中国と台湾は、このことに異議を唱えず、形の上では、日本領であることに同意している。1971年6月に、アメリカと日本が、尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する、沖縄返還協定に署名して、1972年に日本に返還されたのであるが、その直後に、それまで尖閣諸島については、触れたことがなかった台湾と中国が、それぞれ自国に領有権があるとして主張を始めたのであった。台湾の主張は、1895年に締結された日清戦争後の下関条約によって、台湾と尖閣諸島など島嶼群が、日本領となったが、サンフランシスコ条約によって中華民国に帰属された。そのために、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したことと、中華民国である台湾の領有権とは別であるとした。一方、中国、中華人民共和国は、尖閣諸島が、明時代の古文書に記されているほか、中国大陸の歴代王朝の君主は、その領土に尖閣諸島を含めてきたとして、それまで中国国内の教科書に尖閣群島と記載してきたものを、1971年12月に発した尖閣諸島の領有権を主張する声明に合わせて、上魚隊列書と表示を変更するなどしている。台湾と中国が1971年に、突然、尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、2年前の1969年5月に、国連アジア極東経済委員会、エケーヘが、東シナ海の学術調査を発表した際に、尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるとの報告がなされ、尖閣諸島注目が集まった。そこに、アメリカが、尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きが出たため、台湾も中国も慌てて、領有権を主張し始めたと見られている。また、一つの中国を唱えて、台湾を完全に取り込もうとの動きを見せている中国としては、沖縄のアメリカ軍や先島諸島に駐在する自衛隊を牽制する意味で、尖閣諸島の占有が重要であり、台湾侵攻と同時かあるいは、その直前に尖閣諸島を占拠して、軍事拠点とする可能性が高いことが示唆されている。2020年11月24日に来日中だった、中国の王敦国務委員兼外相が、24日の外相会談後の記者会見で、茂木外相が尖閣諸島周辺海域において、
中国海峡局艦艇が日本漁船を排除し、領海侵犯を繰り返すことに対して、活動自制を求めたことに対して、真相がわからない一部の日本漁船が、魚釣島周辺の水域に入る事態が発生しており、中国としては、やむを得ず対処しなければならないと、反論をしたが、当時の茂木外相が、この発言を容認したかのようにスルーしたことで、物議を醸している。これらのことから、尖閣諸島問題に関しては、政治的な対話による解決は、もはや不可能とされ、中国が、着々と、実効支配への足固めをしている現状においては、自衛隊による、尖閣諸島駐在による、領有権主張と、海上保安法、及び、自衛隊法の改正による領海、領土侵犯に対する、機外射撃の要件緩和を急ぐべきであろう。護衛艦出雲、加賀の改修工事が進む中、F-35B 戦闘機の配備先も、ニュータバル基地へと決まり、第1列島線を強化する方針へと変化している。今回は、F-35B 戦闘機の特徴と護衛艦出雲、や、加賀の改修工事計画を詳しく見ていきます。ハリアーの排気熱は、そんなに熱くないだね。一体、温度は、どれくらいになるのか、気になります。2021年10月3日、海上自衛隊の護衛艦、出雲、は、四国沖の洋上にて、アメリカ海兵隊の岩国基地に配備された F-35 ライトニング 2B 型の協力のもと、初の同機による離着艦テストに成功したことが大きく報じられた。護衛艦、出雲は、2020年3月から2021年6月にかけて、ジャパンマリンユナイテッドの横浜事業所において、第1回目の航空母艦化改修工事を施されており、この終了を受けて乗り着、区間テストを日米が協力していったものだ。この第1回目の航空母艦化改修の主な内容としては、出雲の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型の離着艦に耐える耐熱処理や、同機もしくは MV-22 オスプレイ等の運用を支援する誘導灯の設置などが挙げられる。F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として先行運用しているアメリカ海軍でも、それ以前の同様な短距離離陸、垂直着陸が可能な AV-8B ハリアー2と比較しても、飛行甲板の耐熱処理にはかなり苦慮していたと言われている。一説には、AV-8B ハリアー2の運用に、十分な強度を持っていたとされるワスプ級強襲揚陸艦の飛行甲板であっても、F-35 ライトニング 2B 型を3度着艦させるのが限界だったとも言われ、同機の排気熱の強烈さを物語る。このため、アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦では、F-35 ライトニング 2B 型を着艦させる飛行甲板の後方部分と、MV-22 オスプレイの着艦予定位置のみに、特に集中して、耐熱加工を施しているとされ、出雲、もこれに準じているのだろう。ちなみに、日本では、
MV-22 オスプレイは陸上自衛隊が調達しており、2020年5月に最初の機体がアメリカから岩国基地に船で移送されて来日、同年7月には千葉の木更津駐屯地に到着し、2021年3月時点で5機を保有している。この陸上自衛隊の MV-22 オスプレイは、南西諸島防衛の一環として、地理的に、その方面に近い九州の佐賀空港の設備を拡張して配備する計画だったが、用地の買収等の問題もあり、暫定的に木更津駐屯地に配備された経緯を持つ。MV-22 オスプレイについては、1990年代には、海上自衛隊も、導入を検討していた時期もあったが、用途としては、航空救難活動を行うことが、当時は求められており、アメリカ本国での開発の遅れもあり、実現はしていない。さて、出雲、であるが、今回の第1回目の改修工事に引き続き、第2回目の改修工事は、2025年3月の大規模定期検査のタイミングで、抱き合わせで実施されるとみられており、ここでは、艦首部分の飛行甲板の拡張も行われる予定だ。これは、現行の艦首が台形型をしている、出雲の飛行甲板を、アメリカ海軍の強襲揚陸艦に酔うな、スクエアな形状に変更する工事であり、より、F-35 ライトニング 2B 型の離着艦の効率を向上させる目的で行われる。その2回目の工事によって、飛行甲板の先端までの距離が延長されることで、F-35 ライトニング 2B 型が、発進時の滑走に使用できる距離が十分に確保されることになり、後部での着艦に干渉しにくくするための工事となる。出雲や2番艦の加賀の航空母艦化が取り沙汰され始めた当初は、イギリスの航空母艦クイーン・エリザベス等のように、艦首部分にスキージャンプ式の発艦設備を設ける可能性も一部から指摘されていた。スキージャンプ式の発艦設備を設ける最大の利点は、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型により、多くの燃料及び兵装を搭載しての発艦が可能となり、戦闘機としての作戦行動範囲が広くなることが挙げられる。しかし、出雲、加賀は、対潜哨戒用のソーナーを監視下部に内蔵しており、今後も対潜哨戒、ヘリの艦載による同任務の遂行も外せないことから、艦の重量バランスの観点からも、スキージャンプ式は見送られたようだ。加えて、スキージャンプ式の発艦設備を設けた場合、甲板前方で、ノロ宙による駐機スペースも制限されることになるため、海上自衛隊としては、そちらのデメリットの方が、運用上の問題となると判断した結果なのだろう。直近の2022年度の防衛予算上では、出雲型の改修に向けた費用が67億円ほど計上されており、ここには、出雲用の全天候型着艦誘導システムの導入費用として36億円が予定されている状況となっている。全天候型着艦誘導システムは、アメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発したジェイパルス呼ばれているもので、宇宙空間からの人工衛星の GPS 信号や管制工法の仕組みを用いた軍用機用の専用システムだ。また、同じく、2022年度防衛予算上には、アメリカ軍からの技術的な支援を受けるための経費として、12億円が含まれており、くしくも冒頭に挙げた、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型のテストへの協力等に、これは充当されるものだろう。こうして、出雲から先行して行われてきた航空母艦化改修工事だが、2番艦である加賀は今年2021年度に約203億円の工事費用が計上されており、
初回の改修工事が施される予定で進められている。しかし、前述したような、出雲の初回の改修工事内容とは異なり、飛行甲板の耐熱処理などに止まらず、艦首部分の飛行甲板の拡張、スクエアな形状への変更も、同時に行われることになり、出雲に一歩先んじる。ただし、加賀も、やはり二段階に分けた工程で、航空母艦化改修は行われる予定であり、初回が2021年度から2023年度まで、二回目が2026年度から2027年度に分けられており、出雲は2026年度中に終了見込みと若干早い。出雲、加賀、ともに大きく二段階で工事を行うこととなった背景には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する際の艦内のスペース、区画に効率的な動線を取り入れることが必須とされたことが大きいようだ。これはアメリカのワスプ級やアメリカ級の各強襲揚陸艦をはじめ、イギリスのクイーン・エリザベス等、先行して F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇から、詳細なフィードバックを受けることが必要と判断されたのだろう。正直なところ、航空母艦化といっても出雲、片護衛艦は、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載機数は10機前後と見られており、この、決して、多くない数の収容と通常の対潜哨戒ヘリ運用との最大公約数での両立を図る意図がありそうだ。さて、肝心の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型であるが、2020年度予算にて6機で約793億円、1機あたり約132億円相当を計上しており、これらが2025年3月までに、まず最初の機体として、日本に引き渡される予定である。航空自衛隊としては、総数では42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、2025年3月までの初回分に、引き続き随時納入されていくと思われるが、すでに、中期船には、宮崎県のニュータバル基地の名が公表されている。宮崎県のニュータバル基地であれば、加賀が母港とする広島県の呉基地や、今後同時並行で進められる鹿児島県の馬毛島に、新設予定の基地にも地理的に近く、南西諸島防衛の用途には最適な場所と考えられる。出雲や加賀建設中には想定できない事態に、現在、中国の脅威が拡大しています。また、F-35B 戦闘機の開発によって、日本の防衛力強化にもつながっている。今後、中国の出方次第では、そうならないように、抑止力を持たないといけない。もう、すでに、世界に、バレバレの IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、
技術が追いつかないことが分かったみたいです。防衛省が2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 I3 ファイター、I ファイターが、いわゆる第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この I3 ファイターの I3 とは、高度な情報化、インフォームドと知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を、瞬時、インスタンタヌアニタタクトの3つの単語の頭文字で、現在運用している平成の冷戦ことへ、普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主管とする国内企業7社によって開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において、初めて開発予算して以来、これまでは、この I3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の、我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は、純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは、国内で開発ができなかったジェットエンジンについても、純国産を目指し、2010年に、防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまで、アメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と、共に研究開発を進めていたもので、2018年6月に、プロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて、防衛装備庁に正式納入された。この XF9 開発には、その母体となった XF5 というエンジンが存在し、やはり防衛装備庁と IHI、当時は石川島播磨重工業によって共同研究、開発が進められていた。XF5 は XF9 と同様にアフターバーナーを備えたターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで研究開発が進められ、1998年には初号機が完成、ステルス研究のための先進技術実証用研究機 X に新進に搭載され、2016年4月22日に初飛行に成功していた。XF9 は、次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている低バイパス非ターボファンエンジンで、開発基本コンセプトはハイパワースリムエンジンであり、思い出つとむかつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F15、イーグル F16、ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのプラット&ホイットニーの F100 エンジンとほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は、約 1M、軸長が、約 4.8M とされていて、その推力は、通常で 11TF、108KN 以上、アフターバーナー使用時で、15TF、147KN 以上に達し、タービン入り口温度は、1800度以上とされいる。この推力性能は、F110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ、空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F22、ラターに搭載されているプラット&ホイットニー F119 と比べても遜色がないと言われている。なお、航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F35、ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE35 は、アフターバーナー使用時の最高出力が191.35KN とえ、F119 や XF9 を大きく上回っているが、そのサイズは、一回り大きくえ、F35 は単発エンジンである。そのため、
双発エンジンの F-15 やへ。普通には、単純な推力比では F-35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されている。デジタルモックアップを見る限りでは双発であるため、その速度や加速性能などにおいて、F-35 とは同等以上と推定されるのである。ちなみに、ジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対して、さらに、もう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため、戦闘機においては、緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため、長時間の使用はできない。日本政府と防衛省は、この先次期戦闘機の開発については、海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では、先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて、共同開発をするとして調整している。また、エンジン開発については、XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減やさらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て共同開発とする方向で話が進められている。現在、ロースル・ロイスはイギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機、テンペストのエンジンを担当しており、IHI との技術提携で、双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と、部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際に、これまで IHI とロールス・ロイスは、民間企業ジェットエンジンにおいて、共同で開発、製造を実行しており、その関係性は良い。XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば、次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず、兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には、敵レーダー並みの反射を防ぐため、機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと、搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまう。といって、従来通りに、翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうと、ステルス性を損なうことになるため、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる、広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そして、コンパクト化の他にも、水力変更ノズルの開発も進められていて、これは、飛行中に水力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについても、ロースル・ロイスとの協力で、スムーズに開発が進むと考えられる。このように、今後の成長に、さらに機体が膨らむ、XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアの八卦号の記事では、中国では、戦闘機用のエンジンとして、宇津奥義15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため、先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は、今や、アメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。
この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F21、フォラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、盛大に、製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体は、まだ飛行することができず、初飛行は、2022年として、地面を引きずり回して、また工場に戻したことは、もう笑うしかない。この国の国防とは、常に、日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は、韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲、型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これも、また必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない、同盟国なのである。中国は、急成長する、この戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を、今まさに結集する時期です。韓国は、考えることが、論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は、考えない方がいいですよ。見てくれて、ありがとうございます。韓国国内の機密管理に問題があるのは皆さんご存知でしょう。今回、マラ同型輸送艦が就役、詳しく見ていきます。もう知っているという方はスルーしてください。実は、F-35B 戦闘機については、米国でも動きが起きていますが、韓国の F-35A 戦闘機は24時間体制で監視されています。やっぱり信用されていませんね。2021年6月末に、韓国で、独ト旧強襲揚陸艦の2番艦となる、マラドが就役し、1番艦が2007年に就役して、14年を経たこともあり、同型艦であるが、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっており、今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく説明していく。マラドの性能は、満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、これは、独島よりも、満載排水量が約500トン、全長で、約15メートルほどの船体の大型化を成功させたと言える。この、独島から、マラドに至る14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀、に、航空母艦化改修を施すことが決定したことを公表し、韓国もこれらに対抗したかったようだ。なぜなら、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されており、一部では、海自の、出雲、加賀、と、同様に、短距離離陸、
垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も噂されているからだ。マラドの飛行甲板への耐熱処理加工は、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応でき、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性も備えているレベルだろう。しかし、排気熱に耐えうる耐熱塗装技術を韓国が有していないことや、そもそも、徳島級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことは、世間に知られている。また、耐熱加工以前の問題で、マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されていないし、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に厳しいだろう。ある意味特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行兜。板の強度、耐熱加工、エレベーターや収納スペースの構造を考えれば、全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は困難だということも明らかである。対して、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から、F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定しており、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも少なからず当たっていた。しかし、日本政府の見解では、憲法上保有できないものは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないと言っている。自衛隊は軍隊にあらず、他国から見れば、摩訶不思議な政治的命題に絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも、非常に面倒な理由付けを避けることができない。韓国のマラドに話を戻して、一番艦のドクトは、強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と、呼称されており、これは中国に対する配慮だと言われている。韓国メディアは、1番艦の独島や2番艦のマラドを航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的観点からしても、航空母艦の保有に日本のような意味での否定はされていない。あくまでも、韓国の最大の仮想敵国は、一時、休戦状態の北朝鮮なのに、地続きの同国に対して航空母艦を保有することは、有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も多い。このような意見は、韓国の地理的、軍事的状況を考えた場合には正論であるが、多くの世論は、日本が、竹島を軍事力で奪還しようと目論んでいると思っており、その対策に空母を準備したのだろう。日本が出雲、加賀の航空母艦化を決定後、なおさら韓国も対抗上航空母艦を保有すべきという話になって、世論の政党支持率を高めるために、現文政権が半ば強引に推し進めているようにも見えるのだが。そして、韓国は、マラドに続く徳島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでに、ペンニョンドと命名して、建造計画を推進しており、それが現在本格化している、韓国初の軽空母と言われているものだ。この軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクト、マラドの2隻の徳島級強襲揚陸艦を建造した、阪神重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が、名乗りを上げていることだ。前述したように、徳島級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造の、ノウハウと技術を積み重ねてきたと言っている割には、注目の大事業にもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは摩訶不思議と感じる。どちらにしても、韓国だけの技術で、
航空母艦建造は困難であるため、現代重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、ラユー造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が、それぞれ支援を実施することになっている。軽空母計画の概念設計に関しては、現代重工業者の案で進めることになっており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式になると、推測される。2021年5月に、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスが出航後、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた、どのようなアピールがあるのかは、興味がある。一方のダユ造船海洋社とフィンカンティエリ社の共同は、徳島級強襲揚陸艦より、艦艇の船体をコンパクト化し、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも言われている。イタリアのフィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に収益予定で偽装中の異国海軍強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816トンで、韓国構想の軽空母よりも若干少なく感じる。強襲揚陸艦トリエステは、全長245メートル、全幅47メートルと、比較的コンパクトであるが、それでも艦載機はヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で、最大20機ほどの収容可能となっており、航空機の運用能力も高い方だ。しかしで、不造船海洋社、フィンカンティエリ社の案には、ヒュン大重工業社、バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。客観的に見ても、クイーン・エリザベス級航空母艦を若干コンパクト化した、ヒュン大重工業社、バブコック社案よりも、ラユー造船海洋社、フィンカンティエリ社案の方が現実的な気はするが、今後の進展を楽しみにしておこう。近年、中国海軍の動きが活発化その動きは海底でも同じ。今回、その知られざる海底で、どんな任務を行っているのか、詳しく見ていきます。日本の静粛性に比べ、中国の潜水艦は、騒音を鳴らしながら走る車と同じ、明らかな性能の差がありますよね。では、日本の潜水艦現況がどうなっているかというと、そう、竜型潜水艦計画における潜水艦の建造がすべて終了。ラストの11番艦、鳳竜と12番艦、東竜は、リチウムイオン電池搭載の最新型潜水艦となる。静粛性については、世界でトップに君臨した。現状、
通常動力型潜水艦しか所有できない日本が、リチウムイオン電池の進化によって、原子力潜水艦よりも優れた性能を持たせることができた。現在オーストラリアが着手している自国建造も、日本の計画に乗っかればよかったと後悔しているだろう。昨今、中国海軍が尖閣周辺を潜水艦で接近しているが、海底ではどんな行動をしているか、地上からは見当もつかない。日本の接続水域で、中国の原子力潜水艦らしき艦艇が奇妙な動きを見せた映像を覚えているだろうか。時は2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域を潜航しながら、日本の領海へ勝手に侵入してきた中国海軍の 093B 型原子力潜水艦の話である。この時の潜水艦の写真はほとんど公開されていなかったが、中国国営テレビ映像の中で 093B 潜水艦が映っていた事実が発覚した。その映像は CCTV 中国中央電視台というチャンネルで、中国海軍の報告として黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練を放映していた。その中で他の艦艇とともに 093B 型原子力潜水艦が含まれていたのだ。 CCTV で放送された映像を見ると 093B 型原子力潜水艦であることが容易に判断できる。それと2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦を見比べると、うり二つなのである。中国の 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セイルと呼ばれる海の後方の付け根に備えられたミサイルを収める台形状の膨らみがあるところだ。また、十字方向舵の上に構造物も確認が取れたことから、1月に勝手に侵入してきた潜水艦とほぼ一致した。しかしながら、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数収益をしていたため、これが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かを完全証明するものはない。ここで、最大の疑問でもある中国原子力潜水艦はどうして浮上したのか？について、推測した結果について伝える。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦と哨戒機 P3C は、沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつ、怪しい潜水艦を確認したとある。接続水域というのは、公海のことであるが、領海にも接しているため、一定の海上権限を行使できる水域でもあるのだ。発見後、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡している。そして、2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名、長魚島北西に位置する東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた、哀れな潜水艦を、海上自衛隊が確認したことは有名だろう。尖閣諸島は、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初というのは、今更説明するものでもない。また、近辺を中国艦船がうろついているというのもよくあることなのだ。当時の防衛大臣、小野寺一則氏は、事件が発覚した5日後の1月15日、この中国潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を公表した。小球は新型の攻撃型原子力潜水艦であり、長さは 110m、水中排水量は6100トン、最大速力30ノットという性能を持つ。しかも、長い射程距離を持つ、巡航ミサイルも搭載できる、原子力潜水艦となっている。
日本の接続水域に侵入した中国潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのかというところにトピックを当てよう。潜水艦には、ステルス性が非常に重要視されているため、軍事的にはありえない行動をとったのだ。日本に見つかったからといって、浮上して自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では様々な推測が飛び交っていた。海外の中国系メディアの分析によると、中国潜水艦、昇級が浮上し、国旗を掲げた理由を以下のように述べている。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二つ目は、海上自衛隊による対潜水艦作戦のおかげで、追跡を振り切ることができなかったため、やむなく浮上し、身元を明かした。日本の沖縄などを含む琉球諸島は、中国が第一列島線とし重要視している場所でもある。この第一列島線というのは、冷戦終結後に中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまでをつないでいるラインのことだ。そこが米中両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域であるからこそ、あえて隠密行動という潜水艦としてのプライドを捨ててまでも存在を晒したのだということかもしれない。この事態に中国の一部のネットユーザーから多くの意見が上がっていたので以下で紹介する。2日間も日本の潜水艦に追跡されていたということは、中国側のオトモンは完全に把握されただろう。例えるならば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の原子力潜水艦なのだろうか。ボンモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なる。いわゆる潜水艦の指紋とも言われ、オトモンのデータさえあれば、どの潜水艦なのか一目瞭然となってしまうのだ。通常、他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げたりする必要がなかったはずだ。これは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったということになるのではないか？我が国の潜水艦が、また浮上させられてしまって情けないし、本当にみっともない、中国潜水艦の全データ、つまり、行動の全プロセスが、日本に知れど、てしまったということが、最大の問題ではないか。日本の潜水艦に、2日間も追跡された挙句、浮上して、まるで白旗を上げて降伏したようなものだ。世界でトップと言われている、日本の対潜水艦能力にあっぱれ。日本の艦船による強制送還を受け入れたのと同じだろ。などの意見が上がっており、中国が最新鋭と誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海上自衛隊に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じている。日本の領海に、圧力をじわじわとかけていたはずなのに、軍事大国である中国は足元を救われてしまったということから、自国に対して怒りを感じた人さえいたようである。